青春って儚い。この撮影の時は高校生だったのに、今もう私たちは卒業して、制服も着ることもない、部活をすることもない、全力だった3年間、それを青春だったで終わらせたくない。大人になっても忘れたくない。だからこそ今この作品を皆さんに届けたい。すみません、本当申し訳ございません。会いたい、眠ったい、頑張りたい、諦めたくない。